日本白色種は日本で最も多く飼育されているの、カイウサギの品種である。ジャパニーズホワイトとも呼ばれる。アルビノを品種として固定させた種であり、白色抜けと赤い目のものが多い。毛皮と肉を利用する兼用種として優秀な品種である。一般的には3から6キログラムだが、特に大型化するよう改良された品種の中には10キログラムを超えるものもある。 なお、稲葉の白ウサギや、鳥獣ギガといった、日本の昔話や民話に登場するウサギは、白色化した冬毛ウのギのだと考えられている。毛は白くても目は黒か褐色であり、日本白色種とは異なる。起源は明らかでないが、明治初期に輸入された外来種と日本在来種との根血によって生じたと考えられている。中国から小型の南京、イタリアから、 中型のイタリー種、アメリカから大型のメリケン種とメンザラサが輸入されたことから始まり、当初は体型が不揃いであった。現在は統一して日本白色種と名付けられている。これらは愛玩用であった。当期対象として一大流行したため、いわゆるウサギバブルが生じ、その収束には行政よる取締りが行われたほどである。その後、 日清戦争及び日露戦争が起こると、食肉や毛皮の需要が高まり、軍需産業としての飼育が盛んになった。大正時代には、ウサギの飼育は行政の対象となり、農家の副業として推奨された。この頃から、ウサギの大型化に関心が集まり、また染色が容易な白色の毛皮が求められた。品種改良のためにニュージーランドホワイト種。 白色のフレミッシュジャイアント種、ベルジアン種などと交雑され、在来種が2から3キログラムだったのに対して5キログラムほどに育つ種が飼育されるようになった。戦後、小学校などで上層教育の一環として飼育が推奨され、全国に広まりを見せた。ジャンボウサギの白生秋田県内選手で品種改良された特に大型の種である。1 0ラムを超えるほどになり、 ジャンボウサギの通称を持つ。全国ジャンボウサギフェスティバルでは、品評会も行われる。1930年頃から、審査基準が整備され、大きさと体型美霊差の二つの基準で評価されるようになった。現在でも地元の愛好家の間で、大型で毛並みの美しさを目指して飼育されている。その肉は、伝統料理、日の丸鍋として食される。飼育にあたっては、 その大きな体型のため暑さに弱いため、特に夏場は気温が上がらないよう注意する必要がある。また、自重でソアホックになりやすいため、床を清潔な状態に保つことが望ましい。ありがとうございます。